神戸にこの本をあげてボスをもう見せらずに周回してもらおう。褒めて伸ばしてくれ。俺今日気まずいから、エイム君って。やっぱボドカさんがさ、俺が鬼滅の刃読んでるってのさ知ってさ、でボドカさんのえぐいところがエイム君マジでこれ見て、俺の装備見て。誰か、なになに、これどうよ。うわ強っ。え、これ一発いくつ、一発いくつ。140以上出ますこれ頭で。やば、お前えぐいな。やってんね。アリキン酸素の装備リスナーからこじった？え、もう覚えてない正直。正直覚えてない。アリキンさんが装備ってやっぱ疑うよね。まあ疑われるならもうもらうわ。じゃあこれから全部。どうせ疑われるなら。割とね余裕あるよ。確かに。神戸にこの本をあげてボスをもう見せらずに周回してもらおう。いやちょっと死ぬからちょっと俺はついていく。あー、信用が。アリケンさんが死んだらアリケンさんの方につくようになるけどね、一人でやってて。でも今までノーミスでやってたから、そこはもう褒めてほしい。褒めて、今日ちょっと褒めて伸ばしてくれ。いやそうだから俺はそれに、俺はそれに敬意を払って本をあげるよ。そうだよね。そうそうそう、俺はそれの敬意を払って全力で。俺だって神戸とやってる時もうだって5000ゴールドぐらい稼いでる気がする。ありがとう。なんか他の賞は稼いでないみたいな言い方や。いやデュークもやばい稼いでる多分俺。あれ誰が一番稼いでない？やっぱポン。いやもうね、いや俺が今それを言ったら俺今日気まずいから。エイム君ってやっぱ言ってるよね名前。言ったよね。言ってないのに名前。エイム君って言っちゃったよ、ね、隠してたのに。なんかネタバレでいつも思うんだ、思い出すんだけどさ、ボドカさんがさ、俺が鬼滅の刃読んでるってのさ知ってさ、うん、なんかネタバレしちゃうよしちゃうよでもしませんみたいなのをずっとやってたの、うん、でボドカさんのえぐいところが嘘っぽいネタバレの中にガチのネタバレ混ぜてて、あの一個だけ本当になったことがあるんだよね。え、ボドカさんの言ってることマジじゃねみたいな。でもその時は分かんなかったんでしょ。そう分かんなかった。じゃあ OK だよ。いやでも一個それがあると他に言われたネタバレの信憑性が上がってしまって。なるほどね。いやいいんじゃないか。僕言ってんね。左いる。あ、左もいる。左もいる。めっちゃ左も右もめっちゃ抜いた。ははやべ、ビビってる、ビビってる、ビビってる。やべ、やべってなってる。やべ、やべってなってる。やべ、やべ、やべってなってるよ、これ、今、相手。抜いた。あと一人。終わり、それで終わり。いけいけいけ。やべて、いけいけいけ。もらうわ、これ。お前、足元がお留守だよーん。そんなちっちゃい盾でないよ、守るって。だってさ、満帆で。やべやべやべってなるよな。真ん中ジャンプしたやつに頭抜いたんだけど気持ちいい。なんかおかしいってなるよな。左足音入れる。目の前ポーション飲んだ。二人いる。ヘイストかけた。ええ死んだ。めっちゃ瀕死、めっちゃ瀕死、めっちゃ瀕死。あとごめん、リロード。やば、いや無理だ、やれんかった。結構当てたけど全然しなかったぞ、こいつ。頭当てたけどな。回復されたかな。終わった、もう終わりだ。あ、終わった。あ、終わった、終わった。あ、やばいやばいやばい、終わった。こいつらなんだよね。いやー HP よー、まあ、バフてんこ盛りだったからな。 164HP。